今日のテーマは、はい、リズムを感じる、うん、今日のテーマはリズムを感じる、うん、なんかクールランニングみたいな感じですけどね。あなたクールランニング見たことあるの？ああ、あるある。私ね、80回ぐらい見てるんですよ、クールランニング。あまりに好きすぎて。もう最高なんですよ、クールランニング。もうあんな元気の出る映画なんてなかなかないですよ。そう ね、リズムを感じて、うん、突っ走れって、うん、クールランニングみたいなね、うん、あ、もう最高なんですけど、リズムを感じる、はい、はい、まあリズムっていうとね、なんかこうノリのいい音楽に合わせて踊るみたいな、まあそんなイメージをね、うん、誰もしないんですかね。そんなイメージ誰もしない。あなたリズムってどんなことをこうイメージする？なんかバイオリズムみたいな。あ、バイオリズムね、うん、今一瞬バイオリンって言うかと思ってびっくりしたわ。あ、バイオリズムね、うん、はいはい、バイオリズム、リズム、つまりバイオっていうのはね、うん、生きてるっていうことですから、うんうん、ね、生体リズムのことをバイオリズムっていうんですね、はいはい、あのもうバイオリズムっていうのが脚光を浴びたのがもう30年ぐらい前、うん、30、40年ぐらい前、そうなの。バイオリズムっていうのが突然脚光を浴びたのね、うんうんうん、まあもともとね、生物にはリズムがある、うん、まあ生物にはリズムがあるっていうか、もっとこう大きく言い方をすると、うん、自然にはリズムがある、うん、ね、それはまあ皆さんもね、うん、こう感じるところだと思うんですけど、うん、リズム、うん、このリズムに合わせて生きる生き方を、うん、無理のない生き方っていうんです、うん、はい、でこの自然のリズムにそぐわない、この自然のリズムに逆らった生き方が、うん、無理のある生き方になるわけです、うん、だから、無理なことをすると歪みが生じる、うん、自然ってそういうもんなの、うん、はい、今ね現代社会っていうのは、うん、いろんなところに歪みが出てるじゃないですか、うん、この歪みの正体何かって言ったら、うん、自然のリズムと合ってない、うん、ことを現代社会をやってるっていうことなんです、うん、自然のリズムに合ってたらどこにも無理はない。自然のリズムって例えば四季とかそういう、まあ四季もそうですよね、リズムっていうのを、まあ例えば自然のリズムってあなたどんな時に感じる？自然のリズムって言われて思い浮かぶのって何？自然のリズム、うん、いや自然のリズムね、うん、山ほどあるんです、うんうん、上げていけばもうキリがない、だけど、まあ、例えばひばりくんが自然のリズムって聞いて、うん、どんなことを思い浮かべるかなと思って。なんだろう。やっぱその長い目で見て、その四季、うん、四季、そうですね、うん。それリズムですよね。うんうん、春になったら、うん、こう、いろんな、あの、芽吹きがあって。はいはい。うん、で、それで、初夏の頃ぐらいまでにすごく成長して、うんうん、で梅雨でちょっとダウンして夏にまた元気になるみたいな、はいはい、はい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 、はい、で冬に向けてだんだんと活動を休止していくみたいな、うんうんうん、なるほどね、そういうイメージ、はい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 、はい、そうですよね、うん、まあ日本でね、うん、自然のリズムを感じるっつったらやっぱり季節なんですよね、うん、前にもちょっと言いましたけど、うん、まあ日本って奇跡的な位置に位置してるわけでね、はいはい、大体3ヶ月ごとに季節が変わる、うん、まあ今はね、最近はあの太陽の極大期っていうのもあってね、うん、まあやたら暑かったりやたら寒かったりみたいな感じなんですけど、うん、まあ基本ね、うん、四季がある、はい、四季がある国っていうのは珍しいんです、世界中で、うん、珍しい、うん、ちょうど日本ぐらいの位置に緯度に位置してないと四季っていうのはなかなか感じることができない、うん、はい、雨季と寒季、それよりずっと下に行くと雨季と寒季やし、うんうんね、上に行くと、まあ、年がら年中寒いしみたいな感じでね、はい、まあ、だからヨーロッパとかも年がら年中寒いんですよ、うん、年がら年中寒いの、はい、はい、で、ね、年がら年中乾いてんの、うんうん、だからヨーロッパとか、うん、カビとかの病原菌に対しては生きづらい、とても、ああ、うん、にとってはってことね、にとっては、うんうん、だからカビとかも生えない、うん、だからわざと、うん、あのチーズにワイン塗ったりして、うん、あのカビを手助けするんですよ、はいはいはい、生えやすいように、うん、あの湿度がないと生えないから、うん、だからわざわざワインとか塗るわけです、うん、そうするとカビが生える、うん、日本なんかほったらかしといてもカビが生えるから、本当ね、ね、うん、
なんでね、うん、まあ四季を感じるっちゅうのが、まあ日本でいう季節のリズム、まあ自然のリズムを感じるっちゅうことでしょうね、うん、風が吹くっていうのもリズムなんです。日が昇るっていうのもリズム、うん、ね、一日のリズム、まあ、そういうことです、ね、うん、ね、木々が揺れるのもリズム、うん、ね、ありとあらゆるところにリズムがある。波が寄せて返すのもリズム、うん、ね、潮の満ち引きもリズム、うん、っていうことは、まあ私たちは意識してないけれども、うん、リズムの中を生きてるっていうことです、うん、そして私たちにもリズムがある、うん、ね、あ、このリズムを感じながら生活すると無理がないので、うん、元気に生きることができる、うん、あの無理がないと元気なんです、うん、はい、まあ、あの気が元の状態ですよね。無理がない状態が一番エネルギーが高い状態ですから、まあ、昨日も言いましたけど、前回もね、うん、平常心っていう状態、うん、これが無理がない状態なんです、はい、どこにも無理がない状態、うんうん、これが一番エネルギー高い、うん、で、私たちが無理のない状態にずっと居続けるためには、うん、一番手っ取り早いのは自然のリズムを感じて生きるっていうこと、うんうん、自然のリズム、自然のリズムを感じて生きる。だから夏は夏を楽しむ、はいはい、冬は冬を楽しむ、うん、ね、そういう生き方をすること、うん、それが無理のない生き方なんですね、うん、あのね、ヨーロッパと日本の、うん、その自然の捉え方って全然違うんです、はい、ヨーロッパ、まあヨーロッパってこうやってざっくり、これざっくりですからね、うん、ヨーロッパの中にもいろんな考え方があるんですよ、はい、ただ傾向としてざっくり言うと、ヨーロッパは自然を征服しようという考え方、うん、征服っていうとなんかね、言葉がちょっとこうイメージ的に良くないかもしれませんけど、うん、こう自然が厳しいの、ヨーロッパは、うん、とにかく自然にやられるの、はいはい、うん、もう人間が住むには厳しい世界なんですよ、ヨーロッパって。もともとが寒いから、はいはい、で作物も育たないから、うん、小麦ぐらいしか育たんから、しかもその小麦もかろうじてやから、はいはい、うん、だから落ち穂拾いがあるわけでね、うんうん、もう全部取らないと死ぬから、うんね、で、日本は自然と共存しようというスタンスなんですよ、はいはい、なぜなら自然は恵みだから、うん、自分たちを養ってくれる、うんね、何もしなくても作物なり放題、うん、ですよね、うんうん、だから自然っていうのは大いなる恵み、うんね、でヨーロッパは自然を切り開かないと生きていけない、はい、北海道より緯度高いんだから、うん、北海道だって切り開いて、うん、開拓していったわけです、うん、私たちのご先祖様はね、うんうん、それぐらいもともと住みにくいところ、うん、よりも緯度が上だから相当厳しいんですよね、うん、だから神様も厳しい、うん、だから厳しくないと生きていけない世界だから、ね、南方の神様はおおらか、はい、ね、おおらかでも生きていけるから、うん、まあそういう違いがあるんですけれども、うん、すごいですよ、今暑いじゃないですか、まあ暑いって言ったってもう9月だから、うん、ね、まあだんだんその暑さもね和らいでいく、ね、お盆が過ぎると和らぐみたいな、はい、まあ、最近はちょっと違いますけどね、うん、あのねすごいんですよ、日本の夏の過ごし方、まあそれはヨーロッパは夏過ごしやすいんで、別にそのヨーロッパと比較するのもどうかなと思いますけど、うん、日本以外の夏の過ごし方と日本の夏の過ごし方っていうのがあるんです、うん、日本人のっていうの、あ、日本人の特有の夏の過ごし方っていうのがある、うん、これはね、日本人だけこういう過ごし方するの、夏、うん、なんだろう、なんだと思いますか、なんだろう、まあ今の日本人中たら変ですけど、まあ私たちも含めて、暑かったらエアコンのスイッチ入れるじゃないか、ピッて。はいはいはい。ね、うん。それヨーロッパ的生き方なんですよ。はいはいはい。エアコンのスイッチ入れるって。うん、うん。まあヨーロッパエアコンのスイッチ入れなくても涼しいんで、うん、普通にヨーロッパエアコンのスイッチ入れてませんけど。はいはい。考え方ね。うん。はい。なんやろ。昔の日本やばいっすよ。うん。風鈴を下げるんです。あー。はいはい。はい。で、風鈴を下げて、打ち水をするとか。あの風がそよって吹いたらチリーンってなるんですよ、うんうん、そのチリーンっていう音で涼を感じる、うん、はいはい、
これすごい、その何対処法なんですよこれ。あ、この概念すごいんですよ、うん、なんでかっつったら、うん、全然涼しくなってないんですよ、うん、全く、はいはい、全く涼しくなってないのに生ぬるい、ね、チリンって音がしただけで、うん、涼しいんだって思う。わかる？つなげてるわけね。そうそう、頭の中でチリンイコール涼しいって頭の中でつなげてる、うん、はいはい、と、うん、本当に涼しく感じるんですよ。本当に涼しく感じる、涼しく感じる、うん、涼を感じる、はいはい、全然涼なんかどこにもないのに、うん、涼を感じる、うん、こういうね、うん、物事の解決方法っていうのは、うん、西洋の概念にはないんです。どこの世界に風鈴がチリンってなったから、ああ涼しくていいねとか、そんな国ないから、どこにも、うん、なるほど、ね、まあだからその家建てる時にね、うん、日本の家の建て方っていうのは、うん、夏をしのぐことが第一なんです、うんうん、暑いから、うん、冬はしのげるんですよ、なんとか寒いけど、うんうん、ね、夏の暑さをどう対処するかっていうのが日本の家の建て方なんで、うん、家に入ると涼しいんです。それはね、たまちゃんが国先に来て初めて感じた。あ、ほらエアコンつけなかったじゃん、うんうん、でエアコンつけずに、うん、まあ8月にちょこっとエアコンつけるぐらいで、そう、ね、つけなかったでしょずっと、うん、1ヶ月つけたぐらい、ね、1ヶ月ぐらいよ、8月1ヶ月ぐらいはつけるの、うん、あとはつけずに過ごせたやん、はいはい、それなんでかって言ったら家の中入ると涼しいんですよ。そうね、ずっと外にいるとね、うんうん、これが最初から最後まで家の中におると暑いんですけど、うん、暑いところにいて、うん、ね、まあ大体ほら田んぼとか畑で作業する、うん、ほんで家に入ってくると、うん、うわ涼しいわって思う、うん、それ温度差があるからですよね、うんうんうん、それで十分しのげる、うん、だから昔の家だから、はいはい、うちにうちはね、うんうん、それでああそうか家の中って涼しいんだって、エアコンつけなくても全然涼しいんだって、うん、ね、しかもちゃんと風が通る設計になってる家がなってるね、うん、ビューって風が通るから、うん、余計涼しいんですよね、うん、そこにあなた風鈴とかあってごらんなさいよ。あ、最高でしょ、ね、うん、ね、そうやって過ごしてきたわけです。風鈴欲しくなったね。風鈴欲しくなったね風鈴火山ちょっと違う、あ違うそういうこと、はいはいはい、その2べもなく却下するのやめてもらえませんちょっとはなんかこう発展するなんていうのかな、こう、うん、きっかけみたいな、あ、はいはい、まあいいんですそんなのね、うん、はい、でそのなんて言ったらいいんだろう、こう考え方、うん、で、つまり自分の考え方が、うん、その人生をそのなんていうのかな、コントロールしてんのやっていうのを、うん、ご先祖様って昔から知ってる、うんうんうん、その最たるものが風鈴、うん、ね、うん、それはご先祖様が自然のリズムを感じながら生きてきた証拠なんですね、うん、暑い中にもほんのちょっとだけそよっと風が吹く、うん、ね、その自然のリズムを感じる、うん、そして頭の中で、あ、涼しいんだって思う、うん、そうすると頭の中で思ったことは体に反応として出てきますから、うん、ね、うん、あ、涼しいなと感じる、はい、だからこれを、うん、現代社会って、まあ、私たちもそうですけど、うん、まあ、クーラーピッてつけて、うん、涼しいなって思うじゃないですか、うん、これ自然のリズムではないの本当は、うん、確かにね、うん、だからこれって快適なんですけど、うん、体的には無理をしてる状態なんです。あ、だるくなったりするよ、ね、はい、だから、うん、だるくなるんです、うんうん、俗に言う冷房病っちゅうやつね、うんうん、これは自然のリズムから外れて、うん、無理をしてる状態なんです、うん、その無理をしてる状態が体に歪みを生じさせて、うん、疲れたりだるくなったりする、これが冷房病の正体です、うん、よくわかります。よくわかりますよね、うん、だから夏は汗を流さないといけない、うんうん、実際に汗を流すようにできてる、うん、人は、はいはい、
で、あの前にもあの修学旅行の時の話で言いましたけど、うん、熱いものを飲む、あ、はい、これ一見なんか無理をしてるような感じがするじゃないですか、うんうん、だけどその昔熱源って結構あったんです、うん、なんでかって言ったら釜で草を刈る、その草ってすぐ燃える、うん、それでお湯沸かす、うん、そして茶を飲む、はいはい、うん、っていうことをね、まあいわゆる野良場、うん、いわゆる田んぼとか畑でそういうことをやれるわけで、うん、なんでかって言ったらそこら辺から汲んできた水ですから、うんうん、ね、あの沸かして飲むとお腹痛くならないというのは経験的に知ってたわけです、みんな、うんうん、だから冷や水飲むことはなかった、冷や水はお腹壊すっていうのみんな知ってたからね、うん、だからお湯基本的に沸かして飲むっていうのが、うん、日本人の、水分を補給するスタイルなんです、うん、だからほとんどの人が白湯飲んでたんです、はいはいはい、お茶高いから、うん、お茶はまだあなた江戸時代まで高級品ですから、うん、まあ明治時代ぐらいになって、うん、まあようやくなんか普及して、まあ、江戸時代から一般の人も、うん、まあちらほら茶を飲むようになってきたんですけど、うん、いや、まだまだ明治の時代でも茶は贅沢品っていう概念残ってましたんでね、うん、夏目漱石のあなた小説とかにも出てますからね、うん、人の茶だと思ってやたらと絞って飲むみたいなね、そんなのがあるぐらいですから、まだまだ明治時代もね、うん、高級品だったお茶っていうのは、だからほとんど白湯か、うん、そこら辺の草を干してお茶にしてた、うんうん、あ、野草茶だったんです日本人が飲んでたお茶って、はい、野草茶が中心、うん、だからドクダミ茶とか、うん、ヨモギ茶とか、うん、スギナ茶とか、うん、そんなのが中心だった、はいはいはい、だから元気になるに決まってますよね、うん、そこら辺でわんさか生えてる季節の草を買って干してカラカラにしてそれを煎じて飲んでるわけですから、うんうん、元気になるに決まってる、うん、それやりたいなと思ってるんですよずっと、はいはい、実はね、うん、まあ、自分たちが飲む分やったらそんなあなたは親の仇ほどは集めなくてもいいじゃないですか。確かに、うん、もう十分あるしね、十分あるし ね、うん、だからそんなのやりたいなと思って、うん、それでなんか一回実験してみたいなと思って、うんうん、それがまあ季節を感じるっていうことなんですよね、うん、まあ季節を感じるの最たるものは旬のものを旬の時期に食べるということですね、はいはい、うん、これがあのリズムを感じる最たるものです、うん、だから旬のものを旬の時期に食べると健康なんです、元気、うんうん、元気っていうのは何回も言いますけど元の気の状態ということですからね、うん、生まれてきた気エネルギーの状態に戻るっていうことが元気っていう言葉の正体ですから、うん、生まれた時みんなうまくいくゾーンで生まれてくる、うん、人ってね、うん、エネルギーの高い状態で生まれてくる、うん、だからそのエネルギーの高い状態に戻ることを元気っていうんです、うん、だから元気になるって言いますよね、はいはい、生き生きする、もともとそれが、その人が本来持ってた状態なんです、それがリズムに逆らったりリズムに抗ったりリズムを無視したりするとエネルギーが揺れる、うん、下がる、そして体に無理が来る、うん、だから病気の根本原因って、リズムを感じてないことなんです、うん、リズムを感じることがなかなか現代社会できづらくなってますよね、まず汗をかくっていうことをしないですよね、うん、寒さに震えるっていうのもそうないじゃないですか、まあそれは外に出た時は寒いなと思うけど、うん、家の中ガンガン暖房たいとるじゃないですか、うんうん、ね、寒い時にはしっかり寒くならないと、うん、やっぱり体はおかしくなる、うん、そういうね、自然のリズムをこう自分の生活にちょっと取り入れてみようかな、うん、で思うだけでちょっと人生が豊かになりますね、うん、本当ね、うん、んであのそれは体のリズムのことを今言いましたけど、うん、心にもリズムがあるんです、うーん、心にもリズムがある、はい、これバイオリズムなんですけど、はい、上がる時と落ちる時ってあるんですやっぱり、うん、そしてそれは、うん、結構季節とか、うん、潮の満ち引きとかに関係してる、あ、はい、結構あるのこれ、それはあるかもしれない、あるの、なんかあの迷信みたいなね、うん、そんなのはなんか昔の人が言ってた迷信だよみたいなことを思う人が結構いるんですけど、うん、実際その季節や、うん、あの潮の満ち引き、うん、
まあ、いわゆるそのあれですよね、月の引力ですよね、はいはい、うん、それに結構引っ張られるんです、人間の心って。うん、体もそうですけど心も引っ張られる。だから自分の1年間の心の状態っていうのを記録することをお勧めします。はい、まあ日記でいいですね、うん、日記でね、今日のなんか心の元気度みたいな、うん、ね、54321で表すと、今日心が元気とか、まあ今日バリバリ元気だぜだったら5とかね、うん、まあ今日まあ普通かなやったら3とかね、今日なんか落ちてんなとかだったら2とか1とかね、うん、そんなのをつけていくとどうなるかっつったら、うん、見事に心のバイオリズムが出来上がります。うん、1年経つと、うん、そしてそれって恐ろしいこと言いますけど、うん、ほぼ変わらない毎年。それは一人一人違う、一人一人違うんです、これ。うん、一人一人違う。夏が好きな人もおれば冬が好きな人もいるのと同じように、うんうん、心のバイオリズムも人によって変わるんです。たまちゃんが、出会ってきた、うん、なんか体の不調とか心の不調を訴える人、うん、それは教え子も含めてね、うん、ほとんど季節代わりの時に起きてます。そして、それはどんな時かっていうと、うん、寒くなっていく時に起きます。うん、はい、それよくわかる。あなたもそうですもんね、うん、あなたも寒くなっていくと心のバイオリズム落ちますもんね。心細くなる、ね、そう感じ方は人によって変わるんですけど、はい、うん、落ちるんですよね、うん、まあその度合いは全然もう軽くなったんだけど、うん、やっぱねあるね、あるでしょ、うんうん、あるんです。だいたいね、落ちていく人っていうのは、うん、秋から冬にかけて落ちていく、はいはいはい、落ちていく、はい、これ不思議なんですけど、もう年末ぐらいなんかもう最悪、はい、最たるもんです。わかりました。じゃあ年末にあなたを小さな箱に閉じ込めます、はい、それ最悪の記録更新みたいな感じでね、最高みたいな本当そうですよ、うん、だから自分が落ちる時は、うん、あながち自分のせいばっかりじゃない、うんうん、あながち、ね、そうね、あ季節によるんだとかね、うん、潮の満ち引きによるんだとかね、うん、あるいは暑い寒いによるんだとかね、うんうん、そういった結構自然のリズムに影響されてる部分が大きい、うんうん、それね知っとくだけで心の対処ができるんですよ、うん、ああ今から落ちそうやなっていう時には前もって対処ができるから落ちなくて済むんですよ、うんうん、なのにこれ毎年毎年自然のリズム無視して自分の心のバイオリズム無視して生きてると、うん、もうひどく落ちますから、ガーンって、はいはい、何もする気なくなるんですよ落ちると、うん、だから自分の心のバイオリズムっていうのをちゃんと知っとくといいですよ、うん、そうするとたまちゃんみたいに1年を通じてそんなに落ちることはなくなる、うんうん、落ちることなくなる。男性でも結構落ちたりする。ああ、男性でもいますよ、もちろん。男性女性そんな関係ない。あ、そう。なんか一般的に男性強い、女性弱いみたいに思われてますけど、うん、あんまり関係ない、うん。落ちる人は落ちる。だから感受性が強い人なんでしょうね、うん、きっとね。うん、その心のバイオリズムを、こう、明らかにすることをね、たまちゃんはおすすめしますよ。うん、これ私、子供たちにやってたんです。一年間させてたの、うんうん。だってほら、誰かさせる人がいないと忘れるじゃん。うんうん、だから毎日54321で付けさせたの。あの、ちっちゃなノート作ってたから、うん、クラスで、うん。で、いいこと3つ書けとかね。そんなことやってた中に、はい、心の状態54321で書かして、うん、最後にリズム、ちゃんと出るんですよ、うん。曲線が出るの。バイオリズムみたいな。はい、そうすると、うん、その後から生きていくのが楽になるんですよ。うん、ああ、もうこの季節落ちそう、みたいなね。わ、うん、かるから。あ、波のない子もいるんですよ、やっぱり。うん、一年中お前機嫌がいいな、みたいな。はいはい。まあ、やっぱスペシャルやんだって。そういう人は友達がいっぱいいるんですよ。うん。うん。いつ見ても笑顔だから。はいはい。ああ、なるほどね、って思うよね。そういうリズムをつけると、バイオリズムつけると。うん、はい。ということでね、皆さんも気がつかないけど、自然の一部だから、ちゃんとリズムがある。うん、まあ、それをバイオリズムっていう。ね、うん。そのバイオリズムには心のバイオリズムがある。そしてその心のバイオリズムは結構季節に左右される。うん、のでね、
その心のバイオリズムを明らかにすることをたまちゃんはおすすめします。まあ1年かかりますけどね、うん、その1年かかったやつ一生もんですから、うんうん、はい、だからねおすすめします。あなたには私がだから直接教えたの、もうこの時期からあなたは落ちるよって、うん、ね、気をつけてねって、うん、ね、分かってるだけでなんか、ね、分かってるだけで安心するんですよ、ね、あ落ちるんだなって、うん、ね、あのね、お分からずに落ちると全部自分のせいにするんですよ、はい、落ちる人って、はい、うん、自分が悪いから、自分がダメだから、うん、だから落ちてくんだって思うんですよね、うんうん、そんなことしなくていいから、うん、自分のせい、あながち自分のせいばかりとは限らない、うん、はい、ということで今回のリズムを感じるいかがでしたか、はい、面白かったです面白かったですかよみたいなリスナーがいますねよかったですじゃないんかみたいなね、まあ、それでちょこちょこ風鈴買おうと思いました。あ、風鈴買わんといかんですよ、うん、ね、風鈴買わんといかん、うん、風鈴とソンバイオは買わんといかん、ね、あ、そうだね風鈴いいよね、いいよ、なんか風鈴、風鈴はダメだけどね、あ、風鈴当たり前やんなもんなんぶっこんでくるな、うどん屋が近いからって急に元気になりやがって、いやいや、そんな心のバイオリズム可能性にもなんかもう支配されまくりじゃねえかもね、私も支配されまくりなんですけど、はい、ということでね、今からなんだっけ、筋肉おろし、ね、そうそう、いただきます、はい、どうせね、ひばりくんはね、ごぼ天あの熱うどんなんです、決まってるんですよ、そ、あれ嘘、口からの出まかせですから、ね、冷やし食べるわけがない、ね、というわけでね、皆さんも素敵な一日をお過ごしください。それでは、はい、次回の配信までごきげんよう、さよなら。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。